ゴーケンチャンネル。のどぐろの炙り美味しいね。のどぐろの炙り一番美味しいと思った。ちょっとわさびのっけて、おいしいわ。刺身も似合わせ、桜エビにつけて、次に行きます。もあと食べます。トロトロトロ食べます。ごめん、醤油も美味しいな。例の、サワラのたたき、塩たたき、これも絶品です。元だけ、はい、体験しなきゃ行ってきます。食べてみてきました。はい、ありがとうございます。回転しなきゃ、これがうまい。これだからね、なんか頼め、これやばいですね。サワラの塩たたきがこの季節にどう？サワラもトロトロなり、もうちょっとでも油抜けるでも、全然違うんだよ。内容的な大事があるから、これなんか苦手なんよ、エビ食べる。あ、こういうとこ、尻尾が、宮崎牛の 特上タンの炙りです。自分方で食べたら何なのタン、うまい。あ、菊姫、はい、はい、お肉に合うんですね。ちょっと熟成してる感じで、あ、なるほど、しっかりした、はい、なるほど。日本酒ソムリエの、はい、はい、ご自由気なんかぶっ飛ばせ。ああ、肉に負けない味。鹿児島の鹿児島何？黒豚。確認。あ、これ鹿児島やな、鹿児島。黒豚ね。どう？これとろろ？からしつけて。ちょ、ええ、走ってみよう。あ、トロゴだわ。福島県のひろき、名古屋コーチ一緒に飲みます。名古屋コーチ、お、あ、酒のあれがなくなったな。何やったっけ、広島のヒロキ。後輩を思いやる先輩の名古屋コーチ行きます。真面目。うまい、うまい、うまい。あった、はい、あった、秋田県、あ、知ってんの、へー、
なんで知ってんの？いや、ここ見ただけ。なんや。はい、どうぞ。手元取らせてください。プレゼンしながら。これは秋田のお酒だ。はい、ありがとうございます。すっきりな。あ、そうですか。昭和の人が大の昭和。秋田の町会さん。あ、乾杯せずに。今日もう失礼な人だな。もう。あれ。ご時置きが偉そうに言うね、ご時置きが。はい。あ、うまい。うまい。うまい。今日はお昼ご飯は大工にある石橋に来ました。これごぼ天うどんやね。はい、ごぼ天うどん、丸っていう切ってないやつ。これかじりながら食べます。あ、天ぷらでこのスープをちょっとつけて食べるの。うん、そうですね。な、美味しい。ちょっと七味を入れよう。うん、で、うちらも無人でやってるの知ってるから。うん、でもあの人ね、なんか売ってるのが何になった社員かと思って結構売り方が頑張ってる、うん、あれ中区かなんかするんだよ、確か。うん、うん、で、うちらで野球勝負食べよう。鳥取城。ありがとう。黒ラベルかと思ったら黒ビールで間違えてました。アサヒ。はい、ありがとうございます。アサヒでした。アサヒ。はいはいはい。あれ、あれじゃなかったな。リビスだ。サッポロじゃなかったですか。あ、うめえだよ。ラケビ？名前。はいはいはい。もうこの前なんか。ラッキョ。久々のラッキョ。あれなんか西洋かなんかってグレーの話なんだけど。これこれ。あんまりやっとってさ。これがうめえんじゃん。そうそう。鳥商名物つなぎ。見て見て、ちょっと。これよ、これどこのつなぎだと思う？国的に命のつなぎ。ありがとうございました。今日は